国会としてですね、この問題に、しっかりと正面向いてですね、お詫びとそれから国会としての意思を示していくと。優生保護法の下で不妊手術を受けた被害者はおよそ2万5000人とみられ、救済法案には被害者へのお詫びと一時金320万円の支給が盛り込まれています。与野党各党の手続きを経て来月上旬に国会に提出され、全会一致でスピード成立する見通しです。